やあ皆さん、突然ですが皆さんはミステリーやオカルト、都市伝説に興味はありますか？今回はですね、謎に包まれた日本の秘境群馬について話をしていきたいと思います。群馬県ではありません、群馬です。群馬はどうやら私が住んでいる栃木県の近くにあるらしいということで、普段オカルトとかミステリーの類は興味がないんですが、私の地元で有名な情報屋のおばさんに群馬について何か知っているか尋ねたところ、群馬に足を踏み入れるものなら五体満足では帰ってこれない危険地帯で、現金よりも塩の方が取引として利用されている、部族社会が未だに機能している地域だということが分かりました。私は栃木県民ですが、どうやら栃木の西側にあるらしく、この都市伝説のような情報を今回は考察していきたいと思います。パソコンで検索すること1時間、指で文字をなぞりながら声に出し読み進めること1時間、埃でかぶされ手つかずのリンクを見つけました。インターネットの深淵を覗きましょう。どうやら北関東には古の部族、栃木と群馬の2つの部族がいたようです。情報源はピクシブ百科事典とニコニコ大百科から歴史に忠実に記載されている情報をたどったので、おそらく大体間違いないです。ニコニコもピクシブもメイドインジャパンなので 100% 私は信頼しています。情報をまとめると次のようになります。群馬と栃木は北関東で争っていたが、栃木の兵7000名を群馬は撃退し、群馬の負傷者はわずか2名、しかもかすり傷を負っただけということ、群馬と栃木の間には圧倒的な戦力の差があったということは間違いないでしょう。秘境に住むと言われる群馬の民はいかにして強大な軍事力を手に入れたのか、非常に気になります。群馬はキリンやゾウを従えていたらしく、もしかするとゾウを戦力として使用していた可能性もあります。古代ギリシアはアフリカを支配して手に入れたゾウを戦ゾウとして使用していました。もし群馬という部族が戦ゾウを戦力として投入していたら、栃木人ではかなわないのは当然です。栃木人の子孫である栃木県民の私にはわかります。日本に象が初めて来たのは1408年、室町幕府の時代にやってきた南蛮船が将軍への献上品として象を送ったそうです。将軍への献上品は厳しく管理されるため、群馬が象を入手するのは難しいはずです。なのでもう一度インターネットの深淵を覗きましょう。群馬を Google の画像検索で調べてみましょう。群馬と打ち込んでみると出てくるのはほとんどアフリカの先住民のような部族ばかり。日本の歴史で最初に出てくるアフリカ人は織田信長に仕えた弥助という侍です。弥助はイエズス会の宣教師が連れてきた使用人の一人で、侍として召し抱えられたのだから歴史に残るのは当然。ただし群馬は秘境の部族、歴史に資料として残るものはほとんど存在しません。もっと前の中世初期の時代から海を渡ってやってきた可能性があります。象を従えるほどの部族がどのようにして日本にたどり着き、群馬の秘境で生活することになったのか、かといってインターネットの深淵を覗いて情報を集めるのは多くの時間と労力を要する上に、私の命に危険が生じます。深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いているのだ。斬新な方法で検証することにしました。今回検証に使用するのはクルセイダーキングス3。マップ上に存在する全ての勢力がプレイ可能で、その地域の伝統や技術を歴史に忠実に再現されている究極の戦略シミュレーションゲームです。私が知っている範囲ではクルセイダーキングス3は宇宙一のシミュレーションゲームです。アジア方面のマップを追加するオリエンタルエンパイアを導入して群馬のルーツについて考察していきます。そもそも考察にゲームを使用している時点で信頼できないという人もいるかもしれませんが、クルセイダーキングス3はシミュレーションゲームです。シミュレーション、再現です。
どのような手順で再現されたかは分かりませんが、クルセイダーキングス3を最大限利用していきます。それではクルセイダーキングス3をプレイしていきましょう。まず日本列島にグンマーの部族があるか確認していきます。理由は分かりませんが、欧州の文化がグンマまで侵食しているようです。他にもヤマト文化やアイヌ文化などは見られましたが、どうやらグンマーの文化はまだ存在しないようです。グンマーの文化のルーツを調べるために世界地図を見ていきます。 Google の画像検索ではアフリカやインドあたりの部族が表示されていましたが、まずは近くの文化を覗いていくことにします。当時の中国には様々な文化の勢力が存在しているようですね。小学生の頃に遊んだ三国志のゲームの知識に基づけば、中国周辺にも象はいるはずです。見つけました。金府という文化には象を使用できる伝統があります。ですが、先ほど深淵で見つけた情報によると、グンマーの部族はアフリカやインドに近いルーツを持っているようなので、残念ですが他の文化を見ていきます。クメールまで行くと象を従えた文化ばかりになる上に、見た目もだんだんグンマーらしくなってきました。ここからインド周辺の文化を覗きながら移動して、一番グンマーらしい文化を見つけましょう。皆さん、おそらくこのマップ上で最もグンマーのルーツに近い文化を見つけました。バタク文化です。バタクには現在地球上で最も暴力的な部族と言われるセンティネーゼ族が住んでいる北センチネル島が含まれます。彼らの伝統は3つ。屈強な防衛者は防衛戦が有利になる伝統で、ごちゃんの住民を撃退し続けた群馬の文化に非常に似ています。共同的で神秘的な祖先という2つの要素は、秘境で小さなコミュニティを維持するのに重要な要素と言えます。外敵から組織を守るために仲間での争いを避けつつ、先祖を敬う気持ちも群馬も持っているはずです。最後の薬草医はクス氏の特性を持っている人物にバフを与える伝統で、北センチネル島やグンマーでは現代の医薬品の入手は困難なので、現地の薬草を現代人以上に有効活用していることは容易に想像できます。バタクの宗教は侵入者を捕まえて食べる食人儀式という珍しい教義があり、人を食べてストレスを解消できる非常に強力な、グンマーの凶暴性を表すような、今のこの話は都市伝説の群馬の話です。日本の群馬県の話ではありません。そこだけは見てくださってる方、理解してください。これは都市伝説の都市伝説を扱ったクルセイダーキングスの動画になります。お願いします。そして北センチネル島は世界一危ない島と言われており、彼らの歴史や伝統は正確にはよく分かっていません。だからこそ当時のセンティネーゼ族が何らかの理由で故郷を離れ、象を従えて日本までやってきた可能性を否定することは誰もできないでしょう。皆さん、今から当時の北センチネル島の住人がなぜ日本に来ることになったのか、どのようなルートで来たのかをクルセイダーキングス3で見ていきましょう。長すぎた、長すぎたイントロ、ようやく終わりました。お疲れ様です。ここからね、クルセイダーキングス3が始まりますから、今回のプレイスルーではカスタムキャラクターを使用します。北センチネル島のあるアダマン諸島から日本までひたすら戦争し続けて旅をするわけなので、まずは寿命です。途中で死ぬとプレイスルーが終わってしまいます。おそらく国が分裂しますからね。群馬です。群馬に行くまでは、最初のプレイヤーが死んではいけないんですよ。なので、健康を強化できる特性をすべて取った上で0歳からスタートします。それではプレイしていきましょう。北センチネル、センティネーゼ族プレイする。やるべきことは戦争です。このゲームのシステム上、まずは公爵を目指さなければならないので、今いるアダマン諸島、今、北センチネル島周辺のアダマン諸島なんですが、南にある島をね、まずは制圧します。なんかこの島、沈んでないですか？モルディブみたいに沈んでますよ、半分。我々、群馬族の重みで街が沈んでるかのようにも見えますけど、
あれなんかもともとこんなに沈んでたっけ。俺たちが、あら、なになになに、上陸したから沈んだ説ありますね、この島。南センチネル諸島なのかな、わかんないですけど。我々のバタク文化、めちゃくちゃ珍しい文化で、北センチネル島周辺にしかない文化なんですよ。このゲームで新しい仲間を増やすには、宮廷に訪れた旅人にお金を払って雇うことになるんですけど、どうしても協力してくれない捕虜は、我々の宗教の教義に従って食べます。ストレスの解消法はゴールドというリソースを消費して祝宴をあげたり、あとは旅に出ることになるんですけど、バタク文化は本来だったら牢獄で死ぬまで放置するか、使い道がないから適当に釈放するしかない捕虜を有効活用できる。食べることで本当に無駄がないんですよ。割とマジでバタク文化完璧です。もう SDGs ですよ。 SDGs よくわからないんですけどね。次はインドネシアの先っちょ、ここですね。ここ攻略して、故郷を離れて見知らぬ者が私の前に連れてこられた。我が城の門の外で一週間も待っていたのです。我が君と衛兵が教えてくれた。男は深々とひれ伏す。私の名は。これ日本人じゃないこれ。草壁近直さんです。私の名は近直と申します。閣下。私は遠く広く旅をし、多くのものを目にしてきました。これ島流しにあったんかな。流刑地、さすらうもの。しかし私の父と私は長旅で疲れ切っております。もしここに泊まることをお許しいただければ、私は喜んで世界の知識をあなたと分かち合い、あなたの忠実な下僕となりましょう。これがあるからクルセイダーキングスやめられないんですよ。クルセイダーキングスはね、ランダムイベントにドラマ性があるんですよ。見てください。今までなんとなく北センチネル島で遊んでましたよね。ただ拡張してるだけでした、今までは。ただここで草壁近直さんに会ったことで、世界の知識、もう非イズル国日本という知識を得たわけですよ。主人公はまだ子供ですけどね。非イズル国に行ってみたい。そしてなおかつこの草壁さんを、近直さんを、一族を日本に返してあげたい。どのような罪で流刑地に流されここにたどり着いたかわかりませんけれども、ここでドラマが生まれました。なぜ群馬の部族の先祖だと俺が仮定している北センチネル島周辺の住民が日本を目指したのか、それがこのイベントに詰まってますよ。これアニメで言うところの起承転結の木ですね。これ進撃の巨人で言うところのあの壁破壊した一番最初のあの兄弟が壁破壊してきたあそこですよ。これもドラマの始まりですね。エピソード1ですよ。やめられません、やっぱり。クルセイダーキングス3。たった今、群馬の指導者シエド君が学識に興味を示し始めたので、学識教育を進めます。まあ、学識教育がうまくいけば、大人になった後に医学ツリーを効率よく取れるので、ラッキーですね。先ほど日本出身の草壁近直さんも我々の陣営に加わったことですし、なぜ日本を目指したのか、はっきりと理由が分かりましたね。草壁近直さん一家を日本に返したい。そして日本の素晴らしい、あの非イズル国日本の知識を知ってしまったから、故郷北センチネル島っていうかな、まあ、アダマン諸島ですね、を出て非イズル国に向かう。もう明確な理由が生まれました。あとはね、主人公が生きている間に日本にたどり着けるかどうかですね。一番最初に撮った、あのカスタムキャラクターとして撮った特性だと、だいたい130歳ぐらいまでは生きるんですよ。だけど、まず日本に到達しても、日本と戦争して群馬の土地を戦争でぶん取らなきゃいけないので、ある程度の軍事力が必要です。
あれ今ここにあるインドネシアの土地をですね、もう極力取りつつ、なおかつ早めにクメール周辺の像を従える文化の土地と混合文化を作成して、まあ、文化は混じり合って一つになると新しい文化になりますから、モンゴルとかバイキングみたいに。なので少なくともこのインドネシア周辺で40年ぐらいは滞在することになりますね。あとはまあ、ひたすら北上しながら、まあ、台湾あたりから琉球王国を攻めて、まあ、九州行くか、まあ、四国行くか、まあ、そのまま群馬行くかを決める感じかな。まあ、それではね、まあ、インドネシアにあるもう弱小勢力をガンガン侵略していくことにします。先ほどの戦闘でめちゃくちゃな量の捕虜を手に入れることができました。部族政治は戦争でゴールドを維持費として使用しないので基本的に儲かるんですよ。捕虜を捕まえれば、捕虜の中に貯蓄お金持ってる人がいれば、ゴールドを渡せば、まあ、身代金を払えれば、まあ、釈放してあげることもできますし、能力が高ければ庶民、まあ、平民の身分であったとしても評議員に組み込んで出世させつつね、まあ、我々の評議員の能力が上がればね、国としての能力も上がりますし、武勇が高ければナイトとして起用することで、まあ、戦闘にも優位になりますし、なおかつ我々の宗教の教義、食人儀式もありますから、何の能力もないような捕虜も主人公が、まあ、後々イベントでストレスが溜まった時に捕虜を食べることでね、ストレス解消できますからね、もう完璧ですね。今回のこのプレイスルーめちゃくちゃ楽しいわ。まあ、ただ楽しいだけじゃなくて、なんか日本に行くっていう目標あるからなお楽しい。まあ、とりあえずクメールあたりの周辺の文化と、まあ、いずれ戦わなきゃいけないからね、多分強いよな、クメールあたりの文化。だってゾウがいるんだもん。まあ、とにかく人海戦術でクメールの文化圏の土地を一つ手に入れられるぐらいまではひたすら戦争を続けます。ある程度インドネシアの弱小勢力を支配下に置くことができたので、そろそろクメールの文化の土地を手に入れようかなと思います。まあ、早めにクメールの土地を手に入れないと、クメールとの文化の融合をするのにめちゃくちゃ時間かかりますから、もしかしたら主人公シエド君が死んでしまうかもしれませんので、まずはクメール見てみますか。まあ、クメールがどれぐらいの強さを持っているか確かめましょう。じゃあ見てみますか。クメールの軍事力1798、徴歩兵1300、チャンピオン7。まあ、ここは別にどうとでもなりますね。ワンダフルフライングアーミー、何これ、聞いたことないな。ステータス、防御力は低いんだけど攻撃力40は高いな。っていうかこのカウンターユニットやばいな、これどうなってんだ。重歩兵って本来だったら三兵がカウンターユニットなんですよ。三兵を当てるとポケモンでいう効果は抜群だみたいになんだけど、このワンダフルフライングアーミーは重歩兵なのに三兵との戦いが得意らしい。ありかよこれ。いやもうなんかもう何出してもカウンターなんじゃんこれ。強すぎだろ。ワンダフルフライングアーミー。重歩兵なのに、ワンダフルフライングってどういうことなんだ？空でも飛ぶのか？ちょっと、インターネットの画像生成 AI で、ワンダフルフライングアーミー打ち込んでみるわ。もうとんでもないの出てきそう。これね、実際これ書いてあることとんでもないんだよな。まあ、クメールがなぜ、まあ、クメール強いからな。まあ、そりゃワンダフルフライングアーミーいりゃそりゃ強いわな。一回見よう、画像生成 AI で。まあ、一応これがクメールの常備軍、
ワンダフルフライングアーミーらしいですね。もうファンタジーですよ。まあ、ただね、書いてあることファンタジーなんですよ。重歩兵なのに、槍も弓も三兵とも戦えますからね。やっぱ空飛んでなきゃね、おかしいわけだよ。まあ、とりあえず、クメール以外のクメールと同じ文化を持っている勢力から、象の主を手に入れるしかない。じゃあ、ここでいいじゃん。近くにあったわ。ここはクメールの文化だけど、クメールの支配地域じゃないから、さっさと落として象の主を手に入れましょう。大量の捕虜を手に入れることができたので、有能な人物を表銀に取り込みたいな。文化の需要を進めるためにも、管理能力の高い捕虜がいれば、表銀として抜擢してもいいかもしれない。ついでに結婚もさせてやろう。有能な人物はもう子供を産んで、我々群馬のために働いてほしいからな。ようやくシエド君成人しましたよ。教育うまくいってないっぽいな。シエド君学識に興味ありそうな感じだったんだけど、バタクの文化に有能な学識教育を施せる後見人がいなかったからかな。まあ、ただまあ、学識ツリーを専門的に取るし、どうせ130歳ぐらいまで生きるから、学識のツリー3つとも全部埋められると思う。じゃあそろそろシエド君も結婚しますか。成人しましたし。誰と結婚するかなんですが、やっぱり特性かな。シエド君ヘラクレス持ってますから、残りの2つ。天才と容姿端麗ですね。この漢民族の女の人と結婚すると全部手に入るわ。ついでに純血もありますからね。これうまくいけば最強の子供が生まれます。じゃあ結婚もしたし日本でも見てみます。いずれここを攻めるわけですから。今、ヤマトのトップは藤原ですね。で、天皇一族が藤原氏の方針になってますね。部下に。ちょっと不思議な感覚だな。藤原氏、正規ヘルペス持ってますよ。どこでもらってきたお前。早速日本見たことですし、日本に行くまでに必要な道を確保しますか。もう周り弱小勢力ばっかりですからね。我々はね、外交とかないですからね。戦闘民族なんで、初めましてがよろしいならば戦争はですから。我が死にゆく体、病気になったらしいですが、何の問題もないでしょう。人間だったら病気で死ぬかもしれない。ただ、主人公はクマムシですから、地球最強生物クマムシ。人の姿をしたクマムシなんで、おそらく5秒ぐらいで病気跳ね返すと思います。戦争続けましょう。もう弱すぎる。弱小勢力しかいない。お、学識ライフスタイルパークが手に入りますね。一番左が体を強化する医学ツリーなんですが、まずは真ん中かな。真ん中の教育学を取って、その下にあるパークを取ることで、文化の需要が早くなるんですよ。その後はもうひたすら一番左のツリー。ほら見て、以前のような我が身。1分かからないな。まあ、30秒くらいでしたね。治っちゃうんですよ。人間じゃないんで。お、妊娠しましたね。ここでうまくいけば、すべての特性を兼ね揃えた超人的な息子が生まれます。うまくいけばですけど、アイアンマンでプレイしていないってことはセーブできるんですよ。だから、絶対にうまくいきます。ついに生まれました。アダマン諸島の大谷翔平。いやもうこれでいいんですよ。アイアンマンじゃないんで。ダメだ。暇すぎる。我々戦闘民族にとっては、平和とは暇なんだ。今、文化の需要いくつ？今 10% だったよ。あと 30% もあんの？もう日本ついちゃうよ、これ。いいんですか？こんな遅くて。
ダメだ、暇すぎる。暇つぶしでどっか略奪でもするか。クルセイダーキングス3。なんとなく封建社会が王道のゲームに見えると思うんですよ。僕も最初そうだった。もう貴族、中世、封建社会みたいな感じのイメージだったんですけど、むしろバイキング略奪部族制が王道ですからね。最初遊べる年は860年かな、確か867年かな。あの時代はバイキング黄金の時代って呼ばれてますからね。自分の土地を耕して発展させてる土地に略奪しに行って、そのお金で傭兵を雇ってさらに略奪をして国を大きくする、この動きが強すぎる。封建社会になったら負けみたいなところあるからな。なんない方がいい。確かに封建社会強いんだよ。ゲーム後半はね。ただゲーム後半までひたすら略奪し続けて、で、アホみたいな財産を蓄えた状態で後から封建化してくる部族があまりにも強すぎる。まあ、この群馬ロールプレイですね。文化の需要度が 40% になるまで暇すぎるんで、あと30年ぐらいは略奪し続けるか。このインドネシアとかマレーシアあたりで、もはや海賊ですよ。東南アジアのバイキングですよ、我々群馬は。もう5年間ぐらいかな、ずーっと略奪し続けて、お金は1000ゴールド近くある。1000ゴールドは感覚的には1000万円みたいな感じだからな。もう略奪はいい。フィリピン旅行行きましょう。まあ、フィリピン旅行という名の戦争ですよ。文化の需要がなかなか 40% にならないんですよ。本当にもう日本ついちゃいますよ、これ。どうします？群馬取れるかもしんない。チャンスがあれば。日本が、アイヌとか朝鮮とか中国と戦争を始めたらね、どさくさに紛れて取りましょう。学識ツリーも徐々にね、完成しつつありますね。久しぶりに日本でも見てみますか。藤原氏がまだトップですね。藤原氏のトップこんな悪い顔してたっけ？いや、絶対違うよ。残酷なる藤原敦俊。殺人者。人殺してそうな顔してますね。もう殺してんのバレてますよ。そりゃバレますね。こんな悪い顔してれば。ただ、あれ？三人殺してますね。そのうち一人、天皇鈴鹿さんですよ。だいぶ前、一回日本見たとき、ヤマトのトップだった人だな。何があったんだ、藤原氏とヤマトの間で。なんか確執があったんかな。天皇一族が藤原氏に対して、何かを企んでたんだろうな。で、内戦を起こす前と、先手を打った形で殺人したのかもしれない。学識能力33の、日本、国のトップ。悪いやつではないんだろうな。異性者ではあるんだよ。もう多分国を守るために仕方がなく人を殺したんだって割り切ってる系の人物ですよね。もうアニメとかゲームでもよくいるよ、ああいうタイプ。あ、王朝の遺産が使えますね。一番おすすめは血を強化する、血統を強化する遺産なんですが、今回はプレイスルー的に戦士かな。暇すぎるので琉球王国攻めます。残念ながらまだ文化の需要度 40% なりません。無病息災、これを取ることによって130歳ぐらいまでいきますからね。もうじいさんですよ。ただ双剣って書いてあるってことは全然死なせてくれません、ゲームのシステムが。ここまで来れば寿命が問題で群馬にたどり着く前に志半ばでゲームオーバーになることはなさそうだな。問題は日本と戦争で勝てるかどうかだよ。
侍を倒せるかどうかですね。最悪ね、最悪インドネシアの傭兵にお金を払って造兵を持ってくるっていう手段もある。本当は混合文化作成して自前の自分たちの専用の先祖を持っていきたいよ。ただそれがあまりにも時間かかるようだったら路線変更してもいいかもしれない。主人公62歳でも全然死にそうにない。あれ、え、待って、日本、あ、これ分裂してんな。藤原氏と多分大和の一族だから天皇一族かな。一番でかい大和のマークはあれは国のマークですからね。でもう一個は天皇一族のマーク。文化の需要あと少しだ。 4%。 いやでもこれさ、今攻めるべきでしょ。こんなチャンスないだろう。だって日本分裂してんですよ。スケール隙があるんですよ。日本と戦争するっていうことは侍と戦うわけですから。で現在我々象いないんですよ。でも今だったらチャンスがある。三つどもえの戦いになるわけですから、我々が参入することによって。しかも我々はもう30年近くインドネシア、マレーシアもう海賊やりましたからね。金はあるんですよ。造兵を雇える金はあるんですよ。傭兵ですけど。群馬を抑えたあたりで多分文化の需要 40% になりますね。これ戦争しましょう。これ絶対勝てるよ、今ならば。戦争で勝った後群馬を維持するのは大変そうだけどね。今ならチャンスある。行きましょう。やるか、日本との戦い。群馬というか関東公爵領ごともらえますか。始まりました、戦争ですよ。いや、ここに来るまで長かった。いや、本当に長かった。5時間ぐらいか。6時間ぐらいか。もっとかな。まあ、半日遊んでますからね。まあ、傭兵として、造兵がやってきます。これが、日本の文化と、我々センティネーゼ族のファーストコンタクトですよ。いや、こういうことだったんだな。やっぱ、都市伝説でも深掘りするべきですよ。まずは相手の首都を包囲ですね。とりあえず首都包囲して落とせば、もしかしたら相手の統治者を捕虜にすることができるかもしれません。ここで、無理か。相手の統治者を捕虜にできれば戦勝点が一気に100になるんですよ。100になったらもう戦争勝ちですからね。まあ、今回は、まあ、統治者は捕虜にできなかったけれども、首都を落とすとめちゃくちゃ戦勝点もらえますから。あとは関東の、慣習的領土を全部、支配下に置けば勝ちですね。防衛戦しつつ、支配下に置いたところをひたすら守りながらね、相手は取り返そうとしてるんで、また関西まで行きますか。うん。圧倒的にキルレシオ我々の方が高いですから。これを続けていけば、いずれは勝てる。日本ね、なんか知らんけど、侍いないんだよな。雇う、AI ってね、維持費の高い常備軍雇わないんだよな。クルセイダーキングス3のデフォルト、まあ、バニラっていうんかな。まあ、800年代は、バイキング黄金の時代って呼ばれていて、北欧のバイキングのユニット、コサンバリアーグ隊っていうんかな、バランジアン。バランジアンが異常に強いんだけど、AI 絶対雇わないからね。だいぶ削ったな。
あとは関東行って全部の称号支配下に置けば勝ちだと思うんだよな。おやつ休憩、これは我々があの食人儀式でよくストレス発散のために捕虜食べてたから使える選択肢ですね。特別な選択肢、うん、我々にとっては人間の肉はおやつですからね。全然死にません。もう70歳近いのに。あ、これ大丈夫か。あ、勝てそうだな。じゃあ邪魔すぎないか。いや、これでかいな。あと少しだな。我々今のところ戦闘勝ててはいるけども、だんだん自利品になりつつありますからね。造兵を従えた傭兵隊、もう契約期間過ぎて抜けちゃったんで、造兵の傭兵隊か雇う金もないですから、我々も自利品だけど相手も自利品だ。どっちが先にリソース尽きるかだな。相手も攻めてこないっていうことは、もう戦い挑んでも勝てないっていうのは分かってんだよ。分かってんだけども、もう戦わないと関東取られますから、戦うしかないって感じだな。空き巣を狙って支配地を取り戻そうっていう動きしかしてこない。こうなると勝ちですね。一番最初に造兵で戦ったのが、あの首都、相手の首都ですね。京都だな。攻略したのが良かったんかな。あと群馬と栃木あたりを攻略すれば多分戦勝点100になると思う。にしても時間かかりますね。カタパルト1個くらい欲しいよ。カタパルトでもオナゲルでも何でもいいけどさ、正直ね、もう子供が多すぎてね、管理できてないんですよね。30人くらいいる。あの息子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 ぐらいいますからね。もう名前覚えてませんよ。管理しきれません。もうどこにでも好きなところに嫁いでください。娘も息子も勝手に結婚してください。もう少しだな。あ、これで100かな。100だ。100というか、もうこれで要求飲ませることできますね。いや、長かった。じゃあ首都移動する。ずーっとアダマン諸島が首都だったんですよ。もう琉球あたりまでありますけどね、まあ、琉球王国の王国の称号を取ってもよかったんですけど、それだと今回のプレイスルー的に面白くないんで、あえて公爵領のままいたんですよ。もうそろそろいいんじゃないのか。超えてますね。 40% 今49。本当の群馬の伝統作りましょう。まずは象の主、次に屈強な防衛者ですね。あとは薬草医かな。おそらく現代の群馬の人たちまだ薬草で治療してるだろうしね。残り1個難しいな。どうする。まあ、何でもいいんだけど、権輪不罰の伝統は強いんだよね。あの忍耐の、まあ、忍耐っていう性格特性が一般的になるんですよ。まず忍耐自体が強いからな。いや、ここまで長かった。じゃあ群馬に群馬の文化を広めますか。いや、もう今日歴史的な日ですよ。今何日だ。戦後年4月9日、群馬の文化が伝来した日ですね。どうする、この後。まあ、作戦は2つある。方針2つありますよ。まず1つは、
このまま幻の帝国群馬帝国を目指す。だから大和の王国をまず手に入れて、アイヌの王国の称号も手に入れて、その後帝国を目指す群馬帝国。それか2024年現在、群馬は日本のどこかに秘境として存在しているっていうことは、日本の保護下にはあるわけですよ、群馬の部族は。どういう形になるかわからないけども、大和の方針として貴族の仲間入りする形で部下になるかのどちらかですね。象の、先祖の伝統を取ったはいいんだけど、象を常備軍にするのに必要な維新が足んなくて、まだ象を雇えません。それに、群馬の凶暴さを知らしめるためにも略奪に行きましょう。略奪すると維新も手に入りますからね。今回エンディングまだ決めてないんだけれども、まずひたすら日本列島を荒らしましょう。荒らして群馬の部族ここにいるよっていうのを天皇に知らしめよう。あんまこういうの言っていいのかわかんないけどもね。ゲームですからね。どうする？もう取るもんないぞ。ただまだ戦争するわけだから、軍事ツリーかな。あとは、とりあえず支配地域拾えるから権威フォーカスかな。軍事ツリー行ったってことは、一番右側。ナイトを強力にする。あと、近衛兵ですね。騎士の上限プラス4する。パークを取ったら一番左のフォーカスを取って。やっぱ強い！日本。さっき勝てたのまぐれです。傭兵の力もあったからな。傭兵に造兵がいたからだよ。造いります。ダメだ。日本強いですよ。どうする？威信が足りん。でも略奪するしかないんだよね。とりあえず、関東周辺と、あと中部地方、あと京都の周辺はガードが硬いから、東北の方、まだ大和の支配下に入ってない地域、あそこを徹底的に略奪し続けて、先祖を雇う金を貯めましょう。それしか道ありません。いやー、勝てません。略奪もうまくいかない。今、クメールの文化と混合文化作ったから、ワンダフルフライングアーミー使えるんですよね。それをもってしても、ワンダフルフライングアーミーをもってしても勝てないのか。ただね、略奪はうまくいかないけど、徐々に維新は溜まってますから。最初の先祖一部隊が雇うことできれば、略奪もうまくいくと思う。一回略奪うまくいけば、お金も手に入るし、次の先祖を雇う維新も手に入るから、もしかしたら群馬帝国目指せるかもしれませんね。群馬帝国が無理なら、諦めて、大和の方針になりましょう。それでエンディングですね。あと少しかな。維新、先祖を雇う維新があと少しでたまりますよ。もう略奪うまくいかないんで、時間飛ばして待ちましょう。あといくつだ？ 10 くらいかな。もう5倍速で進めてますからね。とりあえず旧兵か軽装騎兵どっちか潰して、そのスロットに先祖を一部隊入れましょう。いやー、長かった。いやー、先祖、手に入りました。自前の先祖ですよ。じゃあ、早速略奪してみますか。どれぐらい強いかだな。今までは、日本の、防衛部隊に返り討ちにやってましたけど、先祖いますからね、一部隊。これで勝てるようだったら、大和の王国の称号を奪いに行きましょう。で、そのまま群馬帝国目指します。なかなか迎撃部隊が来ないんですよね。
来ないっていうことは勝てないっていう判断なんかな。まあ、勝てるときは相手すぐに出てきますからね。お、来たね。まあ、これ、あれか。ヤマトとは違いますね。とりあえず戦ってみましょう。逃げましたね。雑魚かよ。もうずーっと略奪してます。戦像の数も2つ増やして、今3つですね。で、これで聖戦論も取れれば、ヤマトの王国の称号を取るのに必要なコストも減りますからね。どっかでエンディングを作らなければいけませんからね。もう戦ってもいいかもしれない。玉砕覚悟で戦いましょう。セーブしてね。セーブして戦いましょう。行こう。始まりました。ラストバトル。長かった。これ編集して何分の動画になるんだろう。あんまり長いと見てもらえないからな。できれば1時間以内に抑えたい。40分ぐらいにまとめたい。まあ、これ勝ったら続いちゃうんだよね。これ勝ったら群馬王国でしょ。群馬王国まで行ったら群馬帝国目指さないといけないからな。相手の首都を狙うべきではないと思う。あまりにも群馬から、一応作戦は2つある。一つ目は相手の首都を落として、相手の統治者を捕虜にする。これが決まれば戦勝点が100ですからね。一気に勝ちまでいけるんですよ。で、作戦には、守りやすい関東周辺の、タイトルをひたすら制圧し続けて、戦勝点を少しずつ稼ぐと。で、相手のユニットは関東の群馬を落とそうとしてきますから、でそこで防衛戦で戦勝点50まで稼ぐと。KDA はいいな。あれ？あ、ちょっと待って、これ、侍いるじゃん。めっちゃ強い。あ、侍って何？重装歩兵じゃないんだ。これ、傭兵ですね。お金めっちゃあったんで、なんか一番高い日本の傭兵3部隊ぐらい雇ったんですよね。それのどこかにいたんですね、侍。横文字の侍ですよ。でも強えわ。今がチャンスですね。さっきの合戦に勝ったことで、我々のメインの部隊、造兵の部隊が相手の首都を包囲して落として、で、傭兵の侍部隊を群馬の防衛部隊として使う。完璧ですね。問題は、我々の補給物資がなくなって、相手の首都を包囲している部隊が、飢餓状態に陥るのが先か、相手の兵力がなくなるのが先か、もう時間との戦いですよ。侍って軽騎兵なんだな。軽騎兵って感じじゃないな。馬も乗るけどね。馬も乗るけど、だったらどっちかというと重装騎兵だよな。いや、わからない。あんまり詳しくないんだけど、重装騎兵って感じだと思う。待ってくれ。なんで相手は琉球行っちゃったんだ？あいつら何しに行ったんだ？旅行か？相手のメインの部隊がどういうわけか琉球王国落としに行ったんで、我々は全軍で、京都と奈良と、もう関西全部落としに行きます。はい。勝ちました。戦勝点100です。相手がどういうわけか琉球に沖縄に旅行行ったおかげで勝てましたよ。ここからどうする？とりあえず王国の称号を手に入れますか。その上で群馬帝国を目指すか。めちゃくちゃ動画カットしたと思うんですけど、多分積みました。王国の称号は取れたんですけど、我々の宗教と我々の文化が
日本の神道と日本の文化とあまりにも文化の需要を、文化が受け入れられないようで、何をどうしても反乱が発生してしまうんですよ。こんな感じで、何回やり直してもこれになっちゃうんですよね。で、絶対にこの反乱に勝つことができないんですよ。どうやっても負けてしまう。一度はね、王様にはなれたんですけどね。ここまでか。限界か。ということでですね、グンマープレイスルーはここで終了です。グンマーのルーツに限りなく迫れたと思います。Google で検索すると幻のグンマー帝国とかなんとか出てきましたけど、あれは多分幻です。本当の幻ですよ。ただし、グンマーは存在します。今回の検証でどのような経緯で北センチネル島から日本まで来ることになったかが解明できましたからね。それになぜ今グンマーが秘境で生活しているかも分かりました。一度は日本のトップに上り詰めたけれども、最後に天皇のもとに集まった日の本の民が我々を追い出し、グンマーの秘境の奥地に追いやったことが分かりました。ちなみに日本に来るきっかけとなった草壁さんはいつの間にかに死んでました。それでは総括いきます。日本には謎の4世紀みたいな資料が少なすぎて謎みたいのがいくつかあるじゃないですか。群馬もそれです。